はい、やっていきましょう。超青鬼、これやってなかったんだな。さあ、これが終わったら超黒鬼やっつけて、鬼食いとかやったのかな、全然覚えてないや。青鬼、さあやっていきましょうかね。アイテム僕何にも持ってないんです。なぜかというと貧乏だから。だ、爆弾を拾った。鬼玉はちょっと無視しての、アイテム欲しいな。あ、ババババーン。これちょっと早く味方の方行った方がいいな。みんなどこにいるんだ。あそこか、サスライソーの方で戦ってる。皆さんちょっと待ちなさい待ちなさい。さあ行こう。オッケー、避ける。味方がやられたか。どこだ味方。どこだどこだ。痛い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 。ちょっと待てよ。オッケー。ジジイが追いかけられてる。よける。ちょっとここ狭いな。避けづらい。お、いいね。避けての、いいよ。あともうちょい。あった。ダメだ、ここ避けらんねえ。誰だ、爆弾つけられたの。よし、オッケー。さあ逃げるんだね、今のうちに。避けて、あともうちょい。味方が一人足らないと思ったら、あの人一体何やってんだろう。戦ってほしいんだけどな。さあ逃げられたよ。な、鬼玉集めてんのか。ちょっと戦ってほしいんだよな。ちょっ。あら、ちょっとね、鬼玉拾ってくれる人が欲しいんだけど、もうダメだこれ。鬼玉そんなに、あー、ちょっとやられてんじゃん味方。なんでだよ。あれ味方が、あ、助けてるね味方。さあ行こう。通信切られたのかと思ったね。さあ行こう。青鬼が待ってくれてる。申し訳ないね青鬼。ちょっと待ってって言われてもね、そんなこと言われても。なあ、全然鬼玉ゲットできなかったわ。ほら、まあ始まっちゃうけど大丈夫か。ちょっとここで待ってた方がいいね。味方の回復が間に合ってないんで。行かない方がいい。さあここでちょっとね待ち合わせして。よし、取り付きが入ったんでまあ大丈夫でしょう。行こうね。いやこれ結構今回苦労するかもしれない。行っとこう青鬼。あ、来た。また使おう。よっしゃ、避ける。気をつけろ。
青鬼のすべてのね攻撃をちょっと避けてみよう。避けられるかどうか。この普通の攻撃はねちょっとさすがに避けることできないけど、この大滝の術とかね。うわー食らったし、いきなりやだー。もうちょっと待って、よし、オッケー。あー結構食らっちゃってんな俺。さあ行こう、鬼玉シャボーン。そう、鬼青鬼はさもうチョコまかしてんの、もう嫌だな。さあ俺もちょっと体力やばくなってきた。よし、ありがとう。うわ回復量、回復量58か、きついな。そうかそうか、ひもじ、そうか、そんなに回復できないのか。まあこれはちょっとねまずいかもしんない。今回よし回復、ダメだダメだ、避けた方がいい。なんかもうダメだこれ、まあ、こっち来た、こっち来た。よし復活、あとひもじいだ。これはちょっと倒すの時間かかるぞ。そして今回のヒーラーひもじいなんだけど、回復量がかなり低いんで、ちょっと俺あんまダメージ受けないようにちょっと慎重にやっていかないと。さあちょっと味方のオロチがねちょっとやられちゃったんだけど、これ大変だな、全然攻撃できねえよ。最高、危ない。まあでもちょうどいいんじゃないかな今回難しさとしてはね。おお、もっと B ボタンさ連打してやった方がいいな。みんなもっと B ボタン連打してくれよ。さてと、あー待って、よっしゃ、 OK、 ナイスナイス。あ、もしかして足滑ってる。あー、すげー滑ってる。よし、回復。さあ避けてーのー、どっち行った、こっちか。よし、ようやくようやく技入った。うん、オロチがやられたか。避ける、よし、オッケー。鬼玉シャモン来た、避ける。あーちょっと草薙の人、もうちょっと、草薙じゃないなこれ、誰だ、もっと B ボタン押してほしいな。焦点するスピードが速すぎる。あだー、足滑った、逃げる、ちょっと逃げる。おっと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 、おい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 、今何もできないや。あだだ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 だ、よし来た。うわ、また食らった、やばいやばいやばい。ようやく半分削ったんだ。さあ来い、大滝の術来い、来たー。さて、ちょっとね草薙がやられてしまったんで、
ようやく戻ってきたよ俺。もうやだ、もうシャボン玉やめてよ、もう全然攻撃できる。もうチョコマタ、チョコマカ、チョコマカ、うわあ、危ない危ない。なんこっちゃない。よし、オッケー。よけろー。俺青に極でもね、なんか勝てるような気がしてきた。普通になんか全然攻撃当たんないんで、今度対マンで戦ってみようかなね、赤鬼とかさ。お、それ面白そうだな。わざとメンバーに弱い妖怪たちをね入れてね、なんだ、対マンに持ち込んで赤鬼をねやっつけるっていう。あー、ちょっと焦点するスピード早すぎるって。さあちょっとこっからが難しくなってくるんだよね。ちょっとこのシャボン玉に爆弾が潜んであったりしたりしてね。おっとっとっと、危ない、やばい、ちょっとヒーラーまずい、ヒーラーが焦点しまうのはまずい。おじいちゃん戻ってきて。昨日あやとり様とか歌舞伎ロイド、あとなんだっけ、あー爆弾きた、あぶんねー。歌舞伎ロイド、日野神、あやとり様ねやっつけたんだけど、それよりも今回時間かかってる。まあでも昨日やったねメンバーの人はね、めっちゃみんな結構ね上手い人たちでね、結構慣れていたんですごい助かった。よいしょ、もう一気に押し込んでいこう。鬼玉シャボーン、よし、いった、ようやく勝てた、お疲れ様ね。出ましょうか。いや大変だった。うん、さて次はねクロオニと戦っていきたいなと思うんだけど、超クロオニ、多分青鬼でこんなに苦戦してるんだとちょっとねクロオニは勝てないと思うんで、そうだね、ちょっと、うん、どうしようかな、次はどうしようかな。スキップスキップ。そう、さっき思いついた対マンでやっつけるっていうのをねちょっとやってみようかな。そう、クロオニと対マンでやっつけるっていうのね、ちょっとやってみようかな。中あたり、まあみんなこれ選ぶよね普通に。たまにあえて外れの方ね選んでくる人たちもいるんですけど、理由がよくわかんないね。ちょっと気を使ってくれたのかな。おっしゃ、勝った、あざっす、いただきます。はい、ということで、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。